高島屋本館の向かい、ロッテリアがあった場所にその施設はオープンします。お店に入るとまず飛び込んでくるのがお肉の花房、そして大山ハム。反対側には山陰の銘菓や特産品がずらりと並んでいます。さらに広々とした店内、奥に進むとこちら山陰の地酒が並んでいます。店内には山陰の名産品およそ300種類に加え、カニ取り県の入江瀬名カレーなど、ここでしか買えないオリジナル商品や、高島屋の強みである銘菓百選などが並びます。地下の食料品売り場にあった店の多くがここに移転したほか、新たに肉匠花房も出店しました。インバウンドのお客さんとか観光に来られたお客さんが、ここに来たら、あ、ええもん揃ってるなと言われるような店作り、品揃えと、もちろん地元の、ね、お客様が買っていただけるのは両軸を目指してますんで。JU 米子高島屋では今年6月頃、鳥取県初となるマックスバリュのオープンも予定しています。